はい、キャプテンヤスのバイブルトークです。えー、今日二月の二日ですね。二月の二日、えー、新命期の十三章です、えー。まだちょっと読んでいきますかね。はい。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従い、これに使えようと言っても その預言者「夢見る者」の言葉に聞き従ってはならない「あなた方の神主はあなた方が心を尽くし命を尽くして本当にあなた方の神主を愛しているかどうかを知ろうとしてあなた方を心見ておられるからである」「あなた方の神主に従って歩み主を恐れなければならない」「主の命令を守り御声に聞き従い主に仕え主にすがらなければならない」ということで「えー、夢見る者」「預言者、ね」これだから「 ここでで言うと預言者はあれです,偽,預言者ですよね偽物の預言者夢見るのが現れてなんかいろいろね不思議を示したりなんか奇跡を行ったり癒しをしたりえ神様こう言ってるよとかって言ったりえしたとしてもそれが本当にその通りになったとしてもえさあじゃあね私たちの私の神々にあ,のあなたが知らなかった神々を神様を見せてあげようとかつっても。 ついていくなと聞き従うなということを言ってますよね。それはまあ試みでもあるってこと言ってますけども、えー、主はこう言われるっていうね、あの私は偽預言者のあの戦いがライフワークになってまあ今はそうでもないですけども、あの私偽預言者結構知ってるんですよ。で偽預言者って言うとあれですけども、もう一つ言っても言っとくと私も偽預言者になる可能性があると。 「神様はこう言いましたってこう、ね、神様はこう言っておられます」って聖書にはこう書いてありますならいいんだけども「神様がこう言いました」「昨日なんか夢、ね、枕元に立って後、えー、白河法王が」みたいなことを言ったら「それちょっと違うよね」っていうのを私たちはこう知っておく必要があると。ね、本物の予言的たまものがある威厳も予言もね私信じてます。で 本物の預言者も信じてますけどもでも今まで偽預言者とか夢見る者にも時々あったことあるよね。特に海外に多いんだよね、えーで。自分のことで完結すればいいのになぜかねそういう人たちは自分にこう神様が言うのはいいですよ聖書に読んでて神様がこう言われた神様がなんかね <laughs> 夢の中で自分にこう言った気がするでもねそれいいんですよ。でもそれを人に預言したがると、えー、人に言いたがるね。 あなたはこうです。あなたに神様がこう言われました。で、それが外れるとね、見心じゃなかったっていうね。または、ひどいのになると、あなたの信仰が足りなかったとかっていう、そういうね、それ偽預予言者。で、一番厄介なのは、夢見るものである偽預予言者なのに、自分が偽預予言者だと、夢にも思わない。ね、夢見るものなのにね。ということは、やっぱりね、私もね、その、あなたもその可能性がありますよ、と。えー、 じゃあどうしたらいいいかっててここことがここに書いてあるでもう一つねいい本があってこれもうだいぶ昔読んだけどジョン・ビビアという人が書いた「詩は本当にそう語られたのか」っていうあのこれ結構、ね、俺好きなんだけども、まあ、これ分かりやすく書いてあるけど結構長いと。でエレミア書とかねエゼキエル書を読むと多分このバイブル道具でもそこのところで私だと張り切ると思うんだけども偽予言者とは何かってことがもう聖書にちゃんと書いてあります。 偽予言者はどうしたらいいかということもね。偽予言者偽て偽をすることがどんだけまずいかってことが書いてあります。で、ここでは、殺されなきゃいけないって書いてあるね。<laughs> ただ、じゃあ、私たちがその偽予言者にならないようにするんで、どうしたらいいか。えー、4節あなた方の神、主に従って歩み。これ、ヤーラフね。主を恐れ。ヤーレイ。主の命令を守り。主の命令っていうのは、これ、三つバこのね、見言葉を。 守り守る社名でね「御声に聞き従い」「シャマ」ねこうオンパレードですよ今までやったやつの「主に仕え」これ「アバード」って言うんだけども「主にすがらなければね」「ダーバク」この中で、あのー、出てくるもので「主の命令を守る」つまり「御言葉」「御言葉」を中心に置いて私たちは いい人なんですよ、いみんないい人偽予言者のほとんどがねすごくいい人好意的に本当に神様はそう言ったと思ってて、えー、それを言ってんだけどもでも残念ながら聖書を読んでないと、ね、聖書の言葉神の言葉ねそれをちゃんと分かってるとその通りにねそこに従っている時には、えー、偽予言者にならないで済むんですよ。だから毎日聖書を読みます。 えー、これもね私だい前にね予言者セミナーっていうのがねあの時々あるんですよね外国とか行くとね預言者セミナーって <laughs> おかしいでしょ預言者セミナービル・リューソンがこんな言ってました「預言者セミナーのね何月何日予言者セ,セミナーあります」ってこうアナウンスが出るでビル・リューソンが言ってたのね「おかしくないですか?」と。言言者者だだっったたらら自分が予言者だったらね 何月何日にどこでその予言のセミナーがあるかみんなね予言者集まれって言ったら分かるでしょ予言者だったらっていうふうに言ってましたけども私予言者セミナーできないけども偽予言,者予言者撃退セミナーならあの多分私開けると思いますやるつもりないんですけどね人気なさそうですから。ということでですねこの後もねのにあの偽予言者または夢見る者は誤説その予言者あるいは夢見る者は殺さなければならない。 ななぜならその人はあなた方をエジプトの地から導き出して奴隷の家からあがない出されたあなた方の神主に対してあなた方が反逆するようにそそのかしあなた方の神主が歩めと命じた道からあなたを迷わせようとするからであるあなた方の中からその悪いものを取り除きなさいってあるんですけどもなかなか気づかないんでねあのいや私には神様が言ってることだからって言われたったら神様に逆らうわけにいかないってなんですけども逆らいます。 その人が言っている神様の言葉よりもこれ聖書の御言葉の方が上ですで大抵そういう人は最後こう言うんですよ聖書が何と言おうとも私はその新しい神様からの予言をいただいたはい偽予言者確定ですので、えー、皆さんもね聖書もしっかりこうね十四、えー、節あなたは調べ探りよく問い出さなければならないもしそのような意味嫌うべきことがあなた方のうちで行われたことは事実で で確かなら、えーまあ、その後もねもうそこの人たちは皆殺しってありますがこれは別にね今は別に皆殺しにする必要はありませんけどもでも、えー、そのぐらい間違った、ね、神様の言葉でないものが入ってきた時に徹底しなきゃいけないってことがここに書かれてます。えー、18というのはあなたは必ずあなたの神死の御声に聞き従って。 私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神主の目にかなうことを行わなければならないからであるっていうことで、えー、繰り返されますね。やっぱ新命記。この同じフレーズが繰り返されます。主の御声に聞き従いなさい。ね主の命令を守りなさい。ねャマ、えー、シャマ謝メールそして主の目にまっすぐ主の目にかなうことを行いなさい。 SMK ですそのためにはやはりねこの聖書御言葉というのが土台になってなければいけないんじゃないでしょうか。ないでしょうかあのね最近「ないでしょうか」ね、<laughs> うかって言い方がねあのどうなのって話を水谷 <laughs> 先生がしてたんだけどもあの確かにそうだねただ文句言うやつが多いからねあの「いや私はそうじゃないと思います」って別にいいんだけども、えー、なんかついね こう私はこう思います、ね」っなっちゃいますけど、あのーまあ、聖書にはこう書いてありますということでいいんじゃないでしょうか。ということで、えー、なんか最後歯切れが悪くなりましたけどもあの私こう見て小心者ですので、えー <laughs> あのー、なんか文句やったら「来い」とか言っても文句は言っても多分答えませんので。 あの、ご了承ください。それでは、また、ごきげんよう。スルーします。